おとなしくしてくれみんな。怖いんだ。あ、いける。うわー、トリプルキル。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、コメントをいただいた炭酸ボムについてのね動画を撮っていこうというわけなんですが、このね炭酸ボムをね早く振る秘密というのをね、これだけスプラトゥーンやってて今更気づいた。だからその衝撃を皆さんとねシェアハッピーポッピーポッピー噛んでますけど、ポッキーしようということで動画撮っておりますと。自分のやつで頑張っていきましょうか。まあ、炭酸ボム止めるときってこう R ボタン長押しでほっといたら勝手に溜まるでしょ。これめちゃくちゃシンプルな溜め方ですね。でもう一個がですね、押してこの左スティック視点をこまめに動かしたらこれも早く溜まるわけなんですよ。いい感じにいきますね、こうキュッキュッキュッと。でもただちょっとスティック操作の人は大変やん、指離さないと振られへんわ。だからそこだけ気をつけていただいて自分のナイスも押していきましょう。ほんで3つ目がですね、あれやんか、なんていうの、あ、待て待て待て、ちょっと待て待て待て。なんか何言ったか忘れてガチャガチャになってますけど、3つ目がこの移動ね、こまめな移動することによって炭酸ボムが溜まりやすくなるという、ちょっとあの今説明中やねん。これが3つ目で、4つ目がジャンプですね。押しながらこの高速ジャンプしたら一瞬で溜まるという、この4つだけ。まあこんなもんかなと思ってたんですけどさ、僕最後の1個に気づいちゃったチャープチャープってなったわけなんですけれども、それはですねコントローラー自体を動かして、その何やろ、僕プロコン使ってるんですけど、プロコンのジャイロ機能なんかな、それを使って炭酸ボムをね溜める方法なんですよ。皆さん見といてくださいね、コントローラー振るだけでこのすぐ溜まる、こんなん知ってた。これ衝撃やったんですよね。これコントローラー振っといたら勝手に溜まってるんですよ。しかもですよ皆さん、僕ジャイロオフのスティックやのにさ、ジャイロオフにしてるのにこれスティックでも反応してくれるというこの素晴らしさなんですよ。うわ、ちょっと説明中にモリモリ来ましたけども、これが伝えたかったというわけですね。以上5つの炭酸ボムを早く貯める方法というわけでしたが、これしっかり倒してあげましょう。ナイス、これもタンタン、ナイス。あ、ちょっと強いけど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 、あと一発。悲しいでしたね。2キルまでトリプルキルが取れそうなところで終わってしまいましたが、もう一回ねおさらいしとくわ。 R ボタン長押しするか、左スティックをこまめに動かすか、今ローラーの人が高速、なんかみんな高速移動してない。衝撃の映像が見えましたね。それか、まあ、視点を動かす、そしてジャンプする、そしてコントローラー自体を振るというこのジャイロ機能を使った炭酸ボムのためか、これがね激アツなんですよ。ちょっと待って、ノバブラスターシンプルに強いわ。いい感じですね。まあ、僕が使いやすいのはあれかな、やっぱりこの何ていうの、こうスティック動かしながらこうジャンプ、これが一番スティックは動かし、あ、でもこう振るだけでも、あ、振りながらジャンプでもいいかもしれんな。うん、それもいいかも。こう振りながらジャンプでポンってやって、これワンチャンキル取れるかも。あ、取れるわ、これ。あ、へ、危ない危ない危ない、おい、ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ、おとなしくしてくれみんな。怖いんじゃ。あ、いける、うわいや、トリプルケア。ノバブラスター最高ですね。まあ、わちゃわちゃなりましたけどね、皆さん炭酸ボムを早く振って早く投げる方法っていうのをね覚えていただいたらいいと思うわ。わちゃわちゃしながらやからさ、すごいガチャガチャになってしまったけどさ、なんか字幕入れとくから多分ちょっとは分かりやすくなってると思う。皆さん忙しいね解説動画になってしまいましたけども、ゆっくりとお楽しみください。はい、じゃあもう一試合ムツゴロウの方で頑張らせていただきたいと思いますと、せっかくやから新しく敷いた秘密の炭酸ボムということで振っていきましょうか。コントローラー今全力で振っております。もうすごいよこれ、ジャンプせんでもええわ勝手に。でもなんか、うん、ジャンプ押す癖ついてるな、これ無意識に息するような感じで炭酸ボム押したらジャンプしちゃうわ。なんか知らんけどこの B ボタン押したくなるっていうね感じになっておりますけれども、炭酸ボムこう逃げるときにもいいかな、逃げるときにもいいし、なんとなくこうなんやろ、ごまかすこともできるし、炭酸ボムでいい感じのダメージ入ったらノバ1角で倒せるのかな、直撃取らんでも。どうなんだろうか。ほんでこの遠距離ポンポンして、こう嫌だ、嫌み、嫌みのこの嫌みをこのなんていうの、ノバブラスターのこの嫌さを、こう雑さを出せるというこうなんか毒のような。シュッて投げていくんでしょ、これ嫌やと思うんですよ。でも結局なんかこうジャンプクリクリなんだ。あ、強い、炭酸ボムで動画撮れた、もう十分すぎるやん。マニューステップ自分ないですやん、それはやばい。コントローラー振ってます。コントローラー振ってます。なんかシャカシャカチキン作ってるみたいになってる。あ、シャカシャカチキン作って、これ、あ、これ近づいてきたらシャカシャカチキン、あ、すごいいい牽制になるわこれ。シャカシャカチキン、シャカシャカチキン、シャカシャカチキンとか言ったらまあまあ疲れる、これ疲れるわこの炭酸ボムの溜め方。
すごいシェイクしてますの。なんかマックシェイク作ってんかっていうぐらいシェイクさせていただいてますが、これインク回復して、これカーボン大丈夫やろ多分。バック、ちょっと待って、大丈夫じゃ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 。若山シューターに襲われてしまいましたけど、悲しい事実ですね。あ、なんかおるぞ。あ、ナイス。ここどうやって入ってきたんここパブロ。え、これどうやった、え、これどうやって入ってくるの。なんかこうスポンジでうまいことなんかピョンって入ってきたんかな。すごいなんか裏技みたいなの見せてもらったけど、コントローラー振らな。コントローラー一生懸命振っていきましょう。これやばいな。これおんねおんね、これおる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 よ、そこおる味方の人。大丈夫、なんとなくの、なんとなくのごまかしはできる。よしよしよし、いくぞ。あ、これいけるやろ。よし行くぞフラッシュとか言ってたらいけると思う。あ、やばいやばい、よし。パブロに思いっきり距離詰められてやられるっていう、そんなよし行くぞフラッシュみたいな言うてたやん。バナナ君にやられたやん。バナナ君にやられたら僕バナナのミックスジュース飲みたくなるみたいな。これ無意識で炭酸も振ったらやっぱりジャンプしちゃうね。でもこれやっぱり、あ、ほら、え、待って、強くね、なんか9番ポムがこんなに使えたのかという僕は衝撃を覚えてる。9番ポムじゃない、しかもこれ炭酸ポムや。もう動画全部台無しになった。今の9番ポム言うたことによってね、でも結構濡れますね。ノバブラスだってあんまりなんか濡れへんのかなと思ってたけど、炭酸ボムペンペン投げながらいかにやってた、なんかできるやん。お、なに、急にやられた。なんかおるわ、なんか、え、なんかおるわ、なんかおるわ、なんかおるわ、ナイスや。びっくりチャンピオン。あ、これ、あ、そうか、戻ったあかんのか。しかも別にフルチャージしなくてもなんかいい感じ。あ、これいける、これいけるやつ、これいけるやつ、これ無理なやつだ、これいけるやつか。うええエグいねん、この、なんやろ、ノバブラスターでゴリ押して自分やられちゃうけど、無理やりいってこう2枚抜いた、2キル以上できた時のノバブラスターの強さは、もうほんま全武器中最強なんかっていうぐらいエグいですね。で、ノバブラスター塗れるやんと思ったけど、炭酸部分はあるかもしれんけど、雨フラッシュがあるのがいいですね。ブラスターでも塗れる夢というのをね、僕は追い詰めて、ね、追い求めていきたいというわけ。勝ってるやん、今日。はい、じゃあラスト、アマ美術大学で終わっていきましょうか。今日なんか知らんけど絶好調ですね。やっぱこの炭酸ボムの新しい秘密を僕手に入れたことによって、なんか戦闘力ゴリゴリ上がってるわこれ。そんな自分にナイスしていきましょうか。さあ行きましょう。おいしいおいしい獲物たちを探していきましょうか。炭酸ボム別に無理に貯めんでもいいですよね。なんかでも貯めた方が強い気がするな。まあ多分僕が炭酸ボムを上手にまだ扱えてないから貯めとけばなんか強いような気してるんですけど、多分上手い人からしたらそんなん関係なくに、なんか普通に投げても強いでしょうね。よう分からんけど、とりあえずだ。これ結構疲れんねんほんまに。とりあえず疲れるんよ。でもこれ見て、炭酸ボムポンポンポンってコントローラーなんかダイエットにいいかもしれん。この手首周りっていうのから二の腕のシェイプアップとかも効くかもしれんこれ。でもブラスター射程短いから、こういう高台の奥とかに投げ込めるのいいですよね。敵の人からリスがから復活しようと思ったら炭酸ボム飛んでくるみたいな。これ要は嫌がるもんな。これ、まあ、この使い方強いかもしれん。そう、この高台とか、これは多分嫌がってると思うね。近づいてきようものならほんまノバブラスターの二角をぶちかますと思ったけど、うわでっかいでっかい炭酸ボムみたいな。うわこれ疲れてきた、二の腕だなこれ。だいぶなんか筋トレしてるって感じなの。あ、近すぎるよ。近すぎくんなりましたね。そしてインクアーマーという最大の敵がおんねや。これケーンってなりますもんね。ちょ、だからそこだけ気をつけてみましょう。インクアーマーがないときにプンっていきましょう。出ないともう必戦とかも、もう僕のうーんってやられるからさ、そのうーんっていうのを見せていかなか。あ、これやばい、そこうーんおるわ、うーんおるからそこにうーんってうーんってしとく。あいつナイスですね。これ何なのか、炭酸ボム振っといたら、あ、やばい、ちょっとやばい、やめてやめてやめて、誰なん誰なん、あれエルザップじゃん。なんか後ろおらん、なんかおらん、なんかおらん、ここ帰れる、家帰れる、うーい。帰れた自分にナイスですね。そう、こういうことすごい疲れるやん、これめっちゃシェイプアップやん、ほんまにシェイプアップチャップやで。これシュッて投げときましょう。あのミートボールがやばい、あ、やばい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 の、任せ、オッケーオッケーグーグルオッケーグル、こういうことやねん、こういうこと。距離さえ詰められへんかったら僕のノバブラスターはほんま本物やから。あ、来てんな、なんかしてんな。一緒に行くか、一緒に行こう、みたいな話。オッケーグーグル。これでインクアーマー潰した、インクアーマー潰し強い。あ、これ一個ノバブラスター、これノバブラスターやねん。クイックボムいた。ナイス、クラッシュブラスター、クラッシュブラスターとノバブラスター、これダブルブラスターよ。もう新武器で出ていいんじゃん、ダブルブラスターみたいな、ダブルチーズバーガーみたいな感じでさ、ダブルブラスターバーガーやっていきましょう。マクドナルド I'm loving it I'm loving it。
これ、あ、来てる、来てはないか。あ、そう、上に、あ、やばいな、これ、シュッて投げて、ポンポン、あ、あ、I'm loving it! あ、距離感大事、しっかり、気をつけて、気をつけて、そのクイックボムのエグさ、やばい。クイックボムの魔物と必殺の魔物の圧、チーズインハンバーグやん、それ、めちゃくちゃ美味しいやつやん。びっくりドンキー行きたくなってきたもん。もう炭酸ボムドンキーしていきましょう。なんかドンキーコングっぽいやん、炭酸ボムドンキー。なんやろ、なんか思いっきり振ってんのドンキーコングっぽい。すごい、なんかようわからん価値観ちゃう考え。ということでしたが、楽しく炭酸ボム触れて筋トレができたということで、本日絶好調に終われましたね。皆さん、これほんま新しい秘密ね、今更でも発見できるんでね、いろんなことね、ぜひ試してください。最高なスプラトゥーンありがとうということで、終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。